誕生日してなかったね、らんちゃん。らんちゃん1歳になったよ。ねえ、クロンとミニポンが来るね、1日前が誕生日だった。でもね、らんちゃんと初めて会ったのがちょうど1年前なの。らんちゃん、パパと会って1年経ったんだよ。らんちゃん、そんなに噛んだら痛いかもよ、らんちゃん。その歯でそんなに噛むの。らんちゃん、らんちゃん、そんなに噛んだら痛いかもしれない。パパ痛いかも。らんちゃん、そんなに噛まなくていいでしょ。らんちゃん、一緒になったの。この上に乗ってる子がランプちゃんです。最初からお家に行きたいアピールがすごかったです。2018年8月6日、秋田犬の赤ちゃんが生まれたっていう情報を聞いて茨城県まで駆けつけました。そこには可愛い秋田犬の赤ちゃんがたくさんいました。この子がランプちゃんです。開いたばっかりの頃ですね。そして約1ヶ月後お家に来ました。もうこんなになってました。ピエロマークがおしゃれな目元でした。いつ耳が立つのかなって見てました。今の家に引っ越してきた時にはもうこのぐらいの感じ。スーちゃんとほとんど同じ大きさでした。今年の正月、相模原公園に散歩に来た時はもうかなり大きくなってました。しかしまだ足が太い子供体型ですね。もうこの頃には散歩も少し慣れてよく歩くようになってました。最初の1ヶ月間ぐらいは外に出るのも怖がっていました。もう颯爽と歩いていますね。はい、そして本日です。朝6時だというのにこの日差し。誕生日のお祝いをしてないんですが、とりあえず節目で、お祝いの動画を撮ってみました。すごくいい天気ですね。もう地面が朝6時なのに暑いぐらいです。日差しがすごいです。らんちゃん喉渇いてます。今日はちょっと早めに散歩を切り上げることにします。さあ、もうすぐお家になります。おかえりなさい。はい、お家に着いたよ。今年もよろしくね。